長州屋 TV の上田です。今日はですね、山口県の名産の瓦そばをね、作り方をね、説明したいと思います。山口県の家庭ではね、みんな作ってホットプレートで食べるんですね。で、ただやっぱり県外の方はなかなかもらうけども作り方がわからないというね、お客様の声なんかもありますんで、今日はいろいろなコンセプトを持って、説明の方をしたいと思います。で、こういうおしゃべりをする間にですね、一番こう時間がかかる皆さん、お湯の方をね、沸かしてください。お湯を沸かすまでに時間がかかって、調理時間が長くなるとね、やっぱり美味しくなくなりますんで、お湯の方をね、スイッチをオンにしていただくようによろしくお願いいたします。はい、それで今日はこの瓦そばの、説明を、作り方の説明をしたいんですけども、今日のコンセプトは、私こう見えてちょっとおじさんなんですけどもね、見た感じはおじさんなんですけども、今日のコンセプトは山口からね、初めて上京してきたね、青年を装って、説明したいと思います。山口から、お母さんがこの瓦そばを送ってきてくれたっていうコンセプトでね、説明をさせていただきます。この瓦そばの中には、この茶そばの麺とで、お湯で埋めるね、このお出汁が入ってます。それと、お母さんが送ってくれたこの錦糸卵を使うんですけども、この山口の秋川牧園の、この卵、安心な秋川牧園のね、卵を送ってきてくれたんだと思います。それとやっぱり海苔もね、今回は山口県産をこだわってみました。はい、あと使う材料といいますと、これは刻みネギ、ネギをスーパーで買ってね、刻んでもらえればいいかと思います。で、このレモンの輪切り、それと、もみじおろし、今回は、ちょっと簡単にね、もみじおろしのチューブを使わせていただきます。はい、それと、これはまあスーパーにありますけど、細切れ肉、これはもう何でもいいかと思います。はい、あとは調味料の方はお醤油、ちょっとここでね、説明させていただきますけども、山口県には一家に一本このイケメン醤油がね、あります。これは私どものね、ちょっと宣伝ですけども、山口の豊富のね、桑田醤油さんで、作っていただいてます。山口といえばルリ工事からの設定ということでね、今日はこのルリ工事で始めていきたいと思います。まああまりね、ルリ工事のとこで瓦そばを作るってことはありませんけどもね、山口のね、やっぱり名所なんで、今日はルリ工事からお届けいたします。お、じゃあまずは秋川牧園のね、卵を使った錦糸卵から作っていきたいと思います。で、好みによってなんですけども、私はね、大変甘いのが好きなんでね、この砂糖の方ぶち山でいきたいと思います。まあ焼く時に焦げるんで、ちょっと注意はしないといけませんけども、ちょっとだけ温度を気持ち下げていただいてですね、表面に気泡ができてきたら大丈夫かと思いますんで、まあどっちね、刻んで錦糸卵にするんで、まあ、少々バラバラになってもね、腹に入ったらね、一緒なんで大丈夫だと思います。こう適当に大きさにね、刻んでいただければと思います。はい、次に味付け肉を作りたいと思います。まずですね、温めたフライパンの、鉄板の上に肉を乗せていただいて、である程度
火が通りましたらですね、でこれもこのお砂糖とですね、でこれもねやっぱり甘い方が美味しいんで、よいしょ、スタッフがいるのちょっと大量に、私はねぶち山、卵も肉もぶち山でいきますから、ここで一家に一本イケメン醤油を、あとお酒なんかもね、もしあれば入れていただいても結構だ、美味しいお肉ができるかと思います。でここでしっかり味付け肉を混ぜていただいて、しっかり火が入ったら、一旦ボウルに移していただきます。はい、これで錦糸卵と、味付け肉の方は準備ができましたんで、そろそろ、お湯が沸いてるかと思いますんで、麺の方を湯がきたいと思います。はい、お湯が沸騰したらこの茶そばを一気に入れてもらいます。で、素早くね、簡単にかき混ぜてください。これ水でね、ぬめりを取って、しっかり水気を切ってご用意してください。これで全ての具材は用意できましたので、調理の方に入りたいと思います。まずしっかり油の方を引いてもらってですね、で麺の方、若干炒めていただき、盛り付けの方にね入ります。一応今日はこのホットプレートが瓦をイメージして、四角いのをね選ばさせていただきました。今日の盛り付けも私どもの、いろいろね盛り付けも、各家庭によってね山口県は違います。今日はお店でね、盛り付けてるような感じで、盛り付けの方をやりたいと思います。まずネギをたっぷり、ネギもねやっぱり料理たくさんあった方が美味しいんでね、ネギを真ん中に引いていただきます。そしてお肉の方、これもねしっかり甘く味付けたんで、でここで美味しいコツとしたら、ここに甘い汁があるんでね、これもこのジュッとこの甘い汁がたまりません。そしてこのね甘い汁と甘い卵、そして山口で採れた海苔、レモン、はい、これで出来上がりです。はい、じゃあ出来上がりましたんでね、ちょっと試食の方をしていただきたいと思います。これね結構食べるのにね、この裏にねちょうどお
焦げがついた形がねパリパリするのがねやっぱり特徴で美味しく召し上がるんですけども、これ皆さんこれ食べ方が非常に分かる、これどうやって食べるんだということでね皆さん悩まれますけども、まずそんなに辛くないんでねもみじおろし全部入れてください。そしてポイントがこのレモンなんですね。このレモンをこの中に入れて絞る、絞ってレモンのエキスをしっかり溶いていただいてですね、でこの焦げたとこのお蕎麦を入れていただいて、そしてこの味のついたお肉と卵を入れていただいて、これでね召し上がってください。いただきます。うん、山口の味。本日はねこの長州屋の瓦そばのお土産セットをね、調理の仕方をね説明させていただきました。ぜひねこの瓦そばを食べて山口のことをね思い出していただければなとこのように思います。瓦そばが食べたいなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録はこちら、よろしくね。